はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第7弾をお送りします。で、今回はこの5つの熟語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では1番からいきましょう。で、まず最初はね、もうめっちゃ見ますね。 Every day です。 Every day で、これは Every、 これが毎っていう、毎日とか毎月みたいな毎っていう感じのイメージを持ってもらえれば、これね、毎で、 day が日なんで、毎日とこういう意味になります。で、さっき口で言いましたけど、本当にね、いろんなパターンがあって、例えば Every week、 week 週なんで毎週とか、 Every に year くっつければ Every year、 毎年とかで、 Every に Sunday つければ Every Sunday で毎週日曜日とか、そういった言い方ができます。これが Every ですね。あ、じゃあ Every day ですね。で、次が Be different from です。 Be different from で、これ多分ね、英単語の時にこの different があって、多分 different from で紹介したと思うんですけど、まあ be をつけた方がよく出てくるかなと。なんか参考書によってね、あの本屋でパラパラいろいろ見てたんですけど、まああったりなかったりします、紹介によっては。まあ今回つけてるんですけど、で、これが、ほにゃららと違う、まあほにゃららと異なるとかいう意味になります。これが be different from です。で、次が suffer from です。 suffer from で、 suffer はまあね、その意味で想像もしやすいんですけど、ほにゃららで苦しむという意味になります。これは個人的にはやっぱ長文とかで見るイメージがあります。まあそういったテーマがあるときにね、まあ貧困で苦しんでるとかね、そういうときに suffer from ですね。で、次が agree with です。 agree with、 まあ agree の意味からもね、想像できますけど、これでちょっと待ってね、ほにゃららに賛成するです。ほにゃららに賛成する、これが agree with で、ここだけ今回ね、反対がありますので、セットで覚えちゃってください。で、まあ賛成の反対なので反対するになるんですけど、で、これね、アグリの時に多分単語で取り上げたんですよね。アグリの反対の単語がありますよって。で、これはすごく覚えやすくて、このアグリに this をつけてください。 disagree ですね。 disagree with ほにゃらら、これでほにゃららに反対するという意味になります。まあ覚えやすいんで、セットでね、覚えちゃってください。で、ラストが catch up with ほにゃららです。 catch up with ほにゃらら、で、これでほにゃららに追いつくという意味になります。で、実際、まあこれね、自分はあの高校受験だから、中学校の中学生か向けにね、取っているんですけど、中学校の範囲でそんなに見ないです。そこまで実際ね、キャッチアップ VS、 ただ見たことがあるので、模試じゃねえや、なんだ、受験の問題、入試の問題とか模試でもちょこちょこ目にしたことがあるので、一応今回取り上げております。まあよかったら覚えてみてください。キャッチアップ VS、 これでほにゃららに追いつくとなります。はい、といった感じで、今回はね、ちょっとあの、なんだ、余計な文字じゃねえや、ね、付け出しをあまりなかったんですが、まあこんな感じでね、よいしょ、覚えていただけたらと思います。ちょっと待ってね、もう単語の時もそうですけど、ここの間をね、なんとかしたいんですけど、ぐだつくっていう、よいしょ、ここと意味あって、で、これちょっと消しちゃいますね。エブリーが分かっちゃうので、で、反対、これは賛成の、反対が反対ってあれだけど、反対分かりやすいんで意味書かずに置きます。よし、では、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回ね、撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。